の容赦ないツッコミ。俺漫才研究会のものなんだけどさ、こういう過激なツッコミをぶちかませる新入生を待ってたんだよ。ったく、何なんだよあのデブ。サッカーがやりたかったらなおさらだっての。危ない。この人一体。どうもイエローカードのマットです。アラギです。2枚揃って会場。アラギ先輩、思ってびっくりしちゃった。さあ、マジックショーの始まりだ。席は確か。先生、レイカちゃんの隣が空いてます。レイカちゃん、ユンヤ、よろしくな。こちらこそ、高藤さん。エリカでええよ。レイカちゃん、うちを案内してもらえませんか。え、お願い。私は構わないけど。ありがとう。行こう行こう。ええ、よかった。よかったんはうちや。レイカちゃんみたいなこと友達になれたんはラッキーやもん。そう？でもそう言ってもらえると嬉しい。いや、かわいい。ごめんなさい、私余計なこと言った。うん、大丈夫。嘘や嘘や。なんだよ、僕より声でかいよ。あんたがびっくりさせるからや。今度の土曜大丈夫？問題なし。あの可愛い子誰？さあ。よう、サイオンジ、久しぶり。みんな久しぶり。ひょっとしてレイカちゃんや。うそー。人間って短期間にこんなに痩せられるもんなのか。サイオンジ家、恐るべしですね。それよりレイカちゃん、どうやったらそんなに痩せられた？それはね、毎日このアスレチックコースを10周して基礎練習を続けたおかげなの。へえ。よし、僕も頑張るぞ。サヨンジ、先に行くぞ。すごい。遅いぜ、アオト。体重が軽いお前には不利だな。コタ君、アオト君、よく噛んで食べへんと体に毒やで。重い。趣味やない。昨夜この花、思いわび背を早み散りきな。すげえ、まるで居合みて。違うよ。なぜ泣く。まさかそんな人が。強さの気配。若宮さん、強さの秘訣は何ですか？強いなんてとんでもない、まだまだです。失礼。帰ろっかな、もう。おお、そんなとこ立ってないで、もっと前へどうぞ。え、いえいえ、そんな滅相もない。クイーンが見てくれたらみんな頑張りますよ。私やったらそんな甘いことせん。私やったら。あなた、前出過ぎですよ。いただきます。いただきます。どうしたんだ、ハタ。マスクメロン。いや、デンスケスイカだ。
い、いただきます。ま、どうした工作ケー、僕ら太ったよね。そうか、収穫作業で筋肉がついただけじゃないのか。そうだよね。はい、これ筋肉じゃありません。僕らは肥えて太ってデブっただけだったんだ。あえて言おう、デブであるとは。毎日美味しいご飯作るから。にゃにゃにゃ、だったら食べんこったらええやら。いや、痩せた。工作、上がりましたね。上がったよ、本田くん。監督、本田くん、しかも素晴らしいです。これで、心置きなくやめられそうです。やめるってどういうことだよ。黙っててすみません。本田くんはね、ケーキ屋さんで働くんだって。はぁ、いろいろ迷ってたけど、ようやくやりたいことがはっきりしたんだってね。え、本田さんはたどり着きたい場所を見つけたんだね。本田さん、あー、宮森さん、お疲れ。痩せすぎじゃないですか。晩酌尽きることがないからじゃない。ストレス太りだったんすか。規則正しい生活してるしな。うちでデスクをやってた本田さん、今はウルリンっていうケーキ屋さんで働いてて。本当にイタリアに帰らないのか。うん、父さんも母さんも寂しがるな。イサミの料理を楽しみにしてる常連客だって。帰国の日程をちょっと遅らせるだけ。もう行くからな。兄ちゃん、パスポートちゃんと持った？一人で搭乗手続きできる？離陸前にトイレ行っとくんだよ。何をバカにするな！行ってらっしゃい。のライバルはこの俺の。そこの横の人は誰だ？誰って、イサミじゃないか。え？嘘つけ！なんだよ。確かにイサミは毎年夏バテすると少し痩せるが、これ夏バテした結果？您这是在身上被人打劫了吗？没想到你也在。话说，你怎么只剩下个裤衩子了？小李，我好想你啊！你这是干嘛？有你在我就安心了。跪下！穿心掌。你爸刚康复。啊，原来是小叶的爸爸。叔叔你好。你叫我啥？我想和小叶结婚，以后我就是您的女婿了，还请多多关照。你个变态！你他妈再说一遍！到底怎么才能让小叶喜欢上我呢？看看这黑嘟嘟的脸蛋，或者满身的赘肉，不被讨厌才怪呢。好，现在让他变得又瘦又帅。希望小叶能够想起我。叔叔，您要再这样，我就要报警。您这是？小叶，变瘦以后是不是帅多了？您是小敏他爸？也就是每天一万个俯卧撑，一万个仰卧起坐，一万个深蹲而已。这一切可都是为了你啊。虽然很感谢您的好意。开枪。どうしたの？なんで？おはよう。体大丈夫？ありがとう、心配してくれて。気をつける。本当にこれ全部もらっていいの？もちろんですよ。だからまずやってろ。いった、よし。あと5周。先輩、休憩しましょう。平気、みなとくんのために私頑張るよ。かえちゃん、思想出てるよ。そう、みんなが一緒にやってくれてるんだもん。やるよ。君は何も変わってないんだ。ハグは、ハグは何ポイントだ。
セリネマさん、急にやったらまた痛めるよ。ああ、つい。目標達成。みんな、ありがとう。素晴らしい。おめでとうございます。よかった。頑張ったな。さすがはセリネマさん。応援ありがとうございます。はい、嬉しい嬉しい。誰やったっけ、ベンタのその腹何。ちょっと服脱ぎな。やだやだ、みんなも出して。いやー、何や、お母さんにそっくりばい。お父さん年やった。俺より太ったら。次は得意のトリプルアクセル。あっと、手をついてしまった。スピードをコントロールできてなかったかな。練習で飛んでない割には良かった。次トリプルフリップ。あ、最後の中国大会、ピチットくんが初優勝。クリスを抑えて僕は銀メダル。